中玉トマトがだいぶ大きくなってきました。種から育てた中玉トマトです。脇芽がねだいぶ伸びてきていて、これをですね、切ってですね、新しい苗としたいと思います。今ここから生えてきてるので、思わぬところに思わぬものを見つけてしまいました。蛇の抜け殻です。でかいな。かなりのでかい。おー、でかいでかい。こんなでかいのいるんだ、ここ。顔がありますね、ちゃんと。すげえなぁ。よいしょ。何食えるかな。あ、切れちゃった。ヘビの抜け殻を見出しました。よいしょ。あ、頭切れちゃった。頭。よいしょ。はい。感じでしょうね。結構な長さがあるな。1メーターぐらい、1メーターぐらいでしょうか。ここいるんだな、こんなのが。蛇がいました。蛇の抜け殻です。昆虫とかカエルとかも多いんで、ヘビが住むにはちょうどいいんでしょうね。とここにもあったかいますよ。あ、ここに取れた。よし。では、この脇芽ですね、植えていきたい。はい、こんな感じでですね。この部分、地面に乗っています。ここから根がいっぱい出てきて、こちらが成長することになります。まだ他にも脇芽出てるんで、こうやって苗を増やしていこうかなと思っています。以上、トマトの脇芽の、なんだろう、新しい苗を作りました。ご視聴ありがとうございました。ナスの苗が、ペットボトルのね、ナスの苗がかなり、大きくなってきました。ちょっと草に覆われてしまっていて白いんですけれども、これをですね、今植え替えています。こっちが植え替えたやつですね。まだひょろひょろですけれども、植え替えて、鶏粉の肥料を少しあげて、見たいと思っています。次に参ります。去年取ったナスから種を取ってですね、なんとかここまで育てることができました。これからまた収穫とかですね、成長したら支柱立てとかですね、またこのナスから種を取りたいと思っているので、これからもよろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。